心臓があんたの心に片翼のわしを刻むことをいつ許したっての？あんたの妄想の中の金蔵の言葉でしょうが、それは本当の金蔵はね、今日ね、ただの一度もあんたを心の底から信頼したこともないし、あんたに妄想を許そうと思ったこともただの一度もないわ。夏樹、耳を貸すでない。そなたの心に刻まれた紋章は誰にも汚されぬ、そなただけのものだ。後ろ宮家の最後の当主としての誇りを永劫に忘れるな、夏樹。やかましいわ、消えなさいよ夏樹のゲロカス妄想。消せぬぞ、我が魂は。夏樹が心に紋章を刻み続ける限りな。嘘つき幻想だ。本当の金蔵はそんなことを言わないわ。消えなさい、夏樹によって美化された、夏樹にとって都合のいい夏樹の中の妄想の金蔵。哀れな、後ろ宮金蔵の信頼を生涯得られなかった真実を今こそ正視しなさい。夏樹、泣くな。そなたは金蔵に後ろ宮家を託されたのであろう。
以上です。ただ事件がそこに存在するだけで、フルト・エリカはこの程度の推理が可能です。いかがでしょうか皆様方。おいおい、となると決定的じゃねえか。魔女が犯人で、魔法で殺人を犯したわけでない限り、ね、あんたなの？あんたがジョージを、主人を殺したの？どうしてよ、どうして。私は殺していません。私は何も。犯人です、後宮夏日さん。人殺し。
夏日さん、私は3つの謎の2つを解きました。フーダニット、ハウダニット、そして最後の謎ホワイダニットは犯人が自ら告白しなくてはならないと決まっています。どうかミステリーのルールに従い告白を。これが三流ミステリーならそろそろ夏日さんが高笑いを始めて罪を認め悲しい過去話を始めるタイミングなのですが、まさかそれまで私がしなくてはなりませんか。私は犯人じゃありません。誰か信じて。私は何者かに夫を人質に取られ脅迫されて罠にはめられただけなんです。夏日は犯人ではない。我こそは黄金の魔女ベアトリーチ。そなたらが夜の闇に怯えた年頃よりはるかに前から君臨する六軒島の夜の支配者。なぜわらわの罪とせぬか。なぜ夏日を疑うのか。わらわを認めよ。すべてはわらわの犯行ぞ。人間が犯人ということなど断じてあってはならぬわ。聞こえてないわよ誰にもね。あんたは幻、ただの幻想。お帰りなさい。ただの肖像画に金蔵の幻想を親族が共有することによって生まれた儚い幻の魔女。それがこの世界の選んだ真実なのよ。さあダイラムダデルタ教、この魔女を語るおこがましき愚かな幻想を今こそ葬り去りたまえ。さようなら、ベアトリーチ。あなたを魔女にしたのは、私のお友達になれるか、私の退屈を紛らわしてくれるか、そのどちらかを期待したものよ。そしてあなたは期待に応えてくれたわ。後者だね。わらわは、魔女であるわ。ラムダデルタ教に認められずとも、魔女であるわ。私が後見人にならなかったらそれを信じることもできなかったくせに。さあ、あなたはこれでゲームオーバーよ。あなたを葬る方法はあなたのゲーム版のルールに従ってあげる。あなたのゲームでは敗者はどうなるんだっけ。すでにベアトが過去のゲームで一度はっきりとそれを見せてくれてるわ。生きた肉の塊にしてヤギの晩餐会に放り込んで食い散らかされるのよ。ふさわしい最後だわ、ベアトリーチ。高慢ちきなあんたの断末魔が聞きたくてはるばるこんなところまでやってきたのだから。元よりそういう契約であったな。そうよ。あなたが私を楽しませることができなくなったらその身をもって私の退屈を慰めるのが私たちの契約。さあその女から魔女の座を奪いヤギの釜へ放り込みなさい。良い悲鳴を聞かせても、あんたはこの日のために寝かせてきたワンね。ならばそれを聞かせぬのがわらわの最後の一志である。やった、言わせた。
それを捨て台詞にしてくれる子が、聞かせてくれる悲鳴が最上級なのよ。もちろんベアトリーチェ。まあね、二端審問官ドラノール。恐れながら申し上げます、この判決に異議のある者がおります。そやつの名は後ろ宮バトラです。当法廷の判決に何が不服で、再審請求にふさわしい新しい証拠を、真実をお持ちなのでしょうね。時を費やせど至れぬ真実もまたありません。しかし全ての法廷は真実を決定するのに刻限を設けます。そしてその刻限までに至れぬ真実はもはや真実とはなり得ないのです。